はい、皆さんこんにちは、緩和院長です。先日党が腫瘍の進行を早めることも、あるいは党を控えることが腫瘍の進行を遅らせることもないというアメリカの名誉クリニックの記載を紹介しました。海外の有名病院すごいですよね。アメリカでもおそらくこういう誤解流行ってるんでしょうね。糖を取ると癌の進行に拍車がかかり、逆に糖を抑えることで癌の進行を抑制できるんじゃないか、おそらくそういう噂が広まってるから、それに対してしっかりと否定してるわけなんですね。先日は名誉クリニックを紹介しましたけれども、他にもメモリアルスローンケータリング癌センターも概要欄に書いておきますけれども、これを否定していました。そして UCLA ですね、カリフォルニア大学ロサンゼルス校ですけれども、シムズマン UCLA 総合腫瘍学センターというのがあるんですね。糖が癌の進行に関係するんじゃないかというような誤解を、ペット検査、そこから誤解が生じている可能性があるんですね。ペットでは癌細胞に糖が吸収される仕組みを利用しているんですね。そのため糖がたくさん使われるところが光るわけなんですね。その UCLA のホームページだと、20倍から30倍ぐらい糖を消費すると書いてあります。そのため、癌の餌は糖質だ。糖を食べちゃうと、どんどん癌が広がる。じゃあ糖を控えてあげれば、癌が気が死するんじゃないか、というような考えが生まれてきてるんですけども、そうじゃないんですね。この UCLA のホームページがすごいのは、そのようなペットの解釈から誤解が生じていることを踏まえて、そのようなペットの説明をした上で書いてあるんですけども、これ確かに事実なんですが、結局体は糖を作るんですね。いくら糖を取らなくて飢餓状態になっても、体の中で糖新生というものが起こります。それで結局グルコースが作られるわけなんですね。UCLA のホームページに書いてあるように、どんなに糖を控えたとしても、体が結局糖を作ってしまうので、完全に糖をゼロにするということは無理なわけなんですね。そしてまた、癌細胞は脂肪と糖の環境だけでも生存できるということが分かってきてるんですね。そして動物の実験なので、これで確たることは言えませんが、どうも脂肪などを使って転移しているというような説もあるんですね。それなので、糖を抑えるだけで抑制できるというのはちょっと安易と言えるのではないでしょうか。このような考え方から、糖を控えたからといってですね、そのように結局糖ができてしまう、あるいは脂肪やタンパクを使う、それで抑えることができないというようなことが指摘されてるんですね。いくら頑張って飢餓状態に導いたとしても、そうすると筋肉などが減ってしまいます。しかも結局糖を作る経路というのは完全には抑制できないわけですよね。海外のサイトではしっかりと否定して、皆さんが誤解に陥らないようにしてくれているというところなんですね。そのような誤解や迷信みたいなものに対して病院がホームページでしっかり否定するというのは、さすがアメリカだと思いますね。実際その誤解で苦しむのは患者さんですし、非常にそういうのを信じすぎてしまうと、それに対応する医療者も辛い思いをしたりとか大変な思いをしたりしますから、みんなにとっていいことだと思いますよね。このように一部で言われているような、糖を抑えれば癌の進行がダイレクトに抑制できるというものではありませんので、むしろちゃんとした栄養を取りませんと、筋肉が落ちたりとか衰弱したりとか、むしろマイナスになる可能性がありますので、どうか気をつけていただいて、なるべく体力を保ったまましっかり治療を受けるということが重要ですので、それを忘れないでいただきたいと思いますし、そしてまた皆さんもですね、今がんにかかっていらっしゃらない皆さんも、このような安易な糖を抑えればがんのスピードを抑えられるとか、逆に糖を取っちゃうとどんどんがんが進んじゃうじゃないかみたいな、そういう誤解や迷信に惑わされることがなくですね、冷静に見ていただいて真実を知っていただければというふうに思います。これからも緩和ケア、医療健康の役立つ情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。顔のところをクリックしていただいて、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。